建物からは煙が上がり、窓からは火も見えます。この建物で消火活動をしていた隊員1人と連絡が取れなくなっているということです。昨日午後6時半前、石狩市新港西2丁目の運送会社三共輸送サービスの倉庫から火が出たと警備会社を通じて消防に通報がありました。建物はおよそ12時間経った今も燃え続けているということです。この火事で消火活動に当たっていた石狩消防署の56歳の男性消防隊員の行方が分からなくなっています。消防によりますと、建物の中にいた男性隊員から午後7時半過ぎに無線で交信があった後、連絡がつかなくなったということです。消防は消火活動を続けるとともに男性隊員の行方を探しています。では現場の今の様子、中継でお伝えしています。依然として白い煙が一面に立ち込めているのが分かります。この中央に見える倉庫の周辺は煙が濃く、そしてこの2階3階部分でしょうか、窓枠からは依然として煙が出ています。そしてブルーのシートが今ブルーのシートをかけている様子が見て取れます。消防は消火活動を続けるとともに男性隊員の行方を探しているということですが、捜索に何か進展があったかもしれません。今札幌市消防局と書かれたシートが立てられている状況です。現場から中継でお伝えしました。